上の土砂崩れの現場見たか？ありゃ8年前に野里が手入れたら崩れて、そのまんまになってる。気味悪がって片付けもしやがらねえ。作業員の死体は俺が掘り出して埋めた。にもかかわらず本家の連中は。そうだ、野里さん。ん？あの工事現場は野里さんの辞書なのですか？そうだが、どうかしたかね。あのプレハブ使えたりしないですかね。使う？な、困ってる外の方を車で止めるよりはまだいいんじゃないかと。ふん。おそらくこれだろう。事故の後、先代がこちらで預かっていたのを鍵箱の中で見たような気がした通りだ。ありがとうございます。待ちたまえ。貸すとは言ってない。そもそもなぜ長者である私が安水の事情に手を焼かねばならんのかね。それはそうですね、申し訳ありません。ふん、冗談だよ。貸さんとも言っていない。君は室や芹沢と違って長者に対する礼儀というものをわきまえているようだ。そんな相手ならば安水のものだからといって無下には扱わんよ。富士吉の住民の安寧に尽くすのが長者というものだ。ありがとうございます。
なんじゃ。てめえが例のか。すみません。変な匂いがして大丈夫かなって思って。獅子なれよ。え？獅子なれを煮とる。記者に食わす言うて。気ぃつけろ、兄ちゃん。はい。あの、よろしければお名前を。巻島。あら、どこに行ってらしたの？早速手伝いがあったのに。ああ、すみません。ちょっと野里さんに用があって。用？樋口から何か言付けです？いえ。間宮さん、橋本さん、ちょっと。お仕事中すみません。実は野里さんが夜を越すなら車は良くないとプレハブの鍵をくれまして。ボンク、野里さんがそんなことを？どうもあと一部屋くらいはあるみたいだし、そちらもなんとか開けていただいて、屋根の下で休まれるがよろしいかと。ご好意はありがたくいただくけど、無理言ってまで部屋をもらおうとかは思わないわよ。香織さん、やっぱ寮の部屋開けた方がいいですって。野里さんに負けたら安水の恥ですよ。それは何とも言えないけど、ただそうね、別に変な人はいないけど、若い女性が車でっていうのも。香織さん、お弁当もらえるかしら。な、野里さんが鍵をくれたんです。プレハブですけども、これで一人は屋根の下で休めそうです。あら、それは。だけどね、あそこ。私は大丈夫ですよ、お隣ができても。ちなみに寮、そこってどういう建物なんです？あそこはね、
いずれ安水を去る子供たちのための場所なんですよ。安水に住むということは、一生安水のものになるってこと。だけど、子供たちはそうとは限らないから。だから、あそこだけ安水では特別な場所なの。上富士吉の人もそのことは暗黙のうちに認めているわ。大丈夫ですよ。これでも車で寝るの慣れてますし。プレハブは橋本さんが使ってください。一人ならあの車で十分ですし、ここまで運転任せきりですし。逆の方が良くないかしら。いやでもプレハブって上野でしょ。女の人が寝るのはちょっとな。すみません。何でしょうかね。もしまともな部屋をお持ちであれば、彼女のために開けてやっていただけないでしょうか。こんな仕事をやってますが、まだ嫁入り前の身です。同行者としてあまり無理はさせたくありません。できる限りのお礼はいたします。どうか、一つ。そうね。だけど。おい、不妻子、今ごろ戻ってきやがったか。石時にほっつき歩いて香織さんを手伝わねえとはいい度胸だ。ほら、おう匠兄ちゃん、いいところへ。あ、なんだ。まあ
せっかく一晩越すんだし、ここの日常生活も体験しときましょう。記事にできないのが残念だわ。今後はもうちょっと安全な場所で仕事ができるといいね。すみません、私の依頼こんなんばっかで。こっちはいいんだ、保険もあるし、安全性だって運送地帯よりはマシ。でも、キューちゃんは女性でしょ？だからそれは一個なしですって。働いている間は性別なんて関係ないでしょ？危険地帯でのダメージリスクは女性の方が高いんだよ、残念ながら。しょうがないじゃないですか。他の仕事も男も寄ってこないんですから。難しいね。意外ですね。マミヤさんお綺麗なのに、絶対モテそうですけど。褒めても何も出ないわよ。いえいえ、僕がこんな底辺野郎じゃなきゃ、迷いなくアタックしてますよ。光栄だわ。久石くん、いくつ？24です。私、今年で味噌汁突入だからね。さすがに申し訳ないわ。このたらいは何だい？あ、体を拭く水を貯めてあります。一日くらいいいよ。なんかそういう風習らしいですよ。ちょっと詳しく聞かせてくれる？興味深いわね。思いっきり浸透的な発想だけど、どういう由来で伝わったのかしら。変化した鳥、お守りをいただく銘菓、霧の時に限定されたみそぎの風習。マロードの艦隊はしないみたいだけど。不思議だわ。こんな偏僻な農村になぜこんな特異な風習が残ったのかしら。昔はもっと特殊な集落だったとか。やっぱりそっちのが向いてそうだね、キューちゃんの本職。あった、これは失礼。じゃあスミカも霧が立った時の対処も聞いたし、お仕事に戻りましょうか。キューちゃんが寮の部屋でいいよね。それで僕がここ。あ、よかったら下の小屋は橋本さん使われませんか？こっちは手狭ですし。大丈夫大丈夫、どこでも寝られるから。それに君はこれから住むんだろう。早いところ家に馴染んだ方がいい。
わかりました。余計なことをすみません。いや、こちらこそありがとう。いろいろ動いてくれたんでしょ？え？野里さんだっけ？気を回しそうな方には見えなかったから、きっと、君が取りなしてくれたんだろう。いやいや、そんなことないですよ。この子は結構、無理しがちだからね。僕が至らない分、助かるよ。もう、たかが一回り上なくらいで父親みたいになんないでくださいよ。あとりあえず、お仕事の前に腹ごしらえをしてもらいましょう。あの、何か怒ってます？え？いいえ、どうして？あ、この匂いね。獅子慣れというの。獅子を保存するための昔からの知恵。なるほど。私はそのまま食べてたみたいだけど、さすがに危なかったのかしら。今はこうして煮込んだり、鍋や汁の身にしているの。本来安水のお祝い料理なんですよ。記者さんたちにお出しした分のお裾分け、それと私から歓迎の印。食べてきた。いただきます。
あら、いい食べっぷり。慣れればいけそうですね。ええ、わかるわ。私も八つ水に来て最初はどうかと思ったけど、今は時々無性に食べたくなるの。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。これはどういうマークなんです？ああ、それは水場のお家の紋よ。他の長者にもか…ええ、私は野里のが好きよ。可愛くて。他の家紋ってどこかにあります？野里屋敷なら野里のはあると思うけど、他のは…あ、植松さんの胸につけてるお飾りは家紋をかたどってるわ。今度探してみます。知らずに粗末に扱うと大変なことになりそうだ。それはそうかもしれないわね。何か見つけたら教えましょうね。
ええ、どうも。